プロローグ、加賀と復活。長い長い眠りだった。神経系と循環器系の再生にこれほど手間取ろうとは。だがこれで私の体を構成する細胞は完全に復活した。科学によって死をも超越した私にとって全く消滅などありえない。私こそが神、万物の法則を司る絶対の存在なのだ。プロフェッサー・ワーシュリオ、マサキ天使、そしてジュライ王家の者どもよ、覚悟せよ。お前たちは神である私に永遠の屈辱を与えた。暗黒の宇宙の深淵で再生過程の我が脳髄が見た甘美な夢、それはお前たちへの復讐。思い知るがいい、我が怨念を、そして神に抗いし自らの罪深さを。お前たちはこれより真の地獄を見ることになるのだ。やはり。ワシュさん、そろそろ家に入らないと風邪ひきますよ。うん、天智殿か。寒い。みんなとっくに寝ちゃいましたよ。こんな夜中に何やってんです？庭に変なメカを持ち出したりして。望遠鏡ですかそれ？ん？やだな、そんな怖い顔して。一体どうしたって言うんです？惑星のガイアスペクトルに異変が起こっている。え？何です？私の観測に基づくデータが信じがたい兆候を示しているの。太陽系に何かが起ころうとしている。そう、とてつもない何かが。まさか。静かすぎる。え？風の音も虫の声も何も聞こえない。妙だとは思わない？そういえば確かに。待って、何か聞こえるわ。え？あ、本当だ。何この地の底から響いてくるような不気味な音波は。ああ、あれは何なの？アエカさんのいびきです。今朝は鮭の切り身にほうれん草に納豆か。困りますわね、ささみ。私の朝食はいつもスクランブルエッグにクロワッサン、オレンジジュース、それに新鮮な牛丼と決まってますのよ。牛丼？朝からよく食べますね。そんなの食べて胸焼けとかしません？お姉様、台本よく見て。そこは牛丼じゃなくて牛乳と書いてあるのよ。え？あ、ほんと牛乳ですわよ、牛乳この私が牛丼なんて食べるわけがございませんわいや、全然違和感なかったけどな。さあ、早く食べないとお味噌汁が冷めちゃうよ。いただきます。うん、なんだこの音は。え？あ、本当だ。あれは宇宙船だわ。宇宙船が墜落してくる。通りで変なお天気だと思った。うわあ、こっちに突っ込んでくるぞ。逃げろ。
生きてる。うちがめちゃくちゃだ。誰か出てくるわ。いや怖い。宇宙人かしら。あなたも宇宙人でしょ。あ、キヨネ、キヨネだわ。え、この人が？三星さんのパートナーだった宇宙刑事の？キヨネ、しっかりして、キヨネ。三星。もう、またよそ見運転でもしてたのね。あんたとちゃうわ。あの、大丈夫ですか？ありがとう。君はまさき天智くんね。そうですが。それにプロフェッサーワシューも。よかった、なんとか地球にたどり着いたのね。私はギャラクシーポリスの清音一級刑事。あ、お噂は金金三好さんから。うわー、本物の清音さんだ。超エネルギー物質強奪事件の時は身を挺して宇宙を救ったんでしょ。そうだ、三星、あの時はよくもやった。落ち着いてキヨネ、今はそれどころじゃないでしょ。ねえ、一体何があったの？実は太陽系に大変な危機が迫っているの。あのカガトが復活したのよ。カガトは既存の科学体系とは異なる魔法科学を極め、太陽系の惑星のガイアに邪悪の波動を送り込んで崩壊に導こうとしているの。ガイア？この場合のガイアとはいわば地母神、惑星の核ともなる霊的エネルギーのことね。太陽系の崩壊を防ぐ方法はただ一つ、特別な呪文エネルギー変換メカを用いて各惑星自体が持つガイアエネルギーを再生浄化する儀式を行わなければならないの。それも今すぐに。なるほど、それで私のところに来たってわけね。ええ、それだけのメカを作れるのはカガトを除けば宇宙にただ一人、ワシューさんだけですから。そりゃそうだろうね。ワシューさんは三星と一緒に地球に滞在中だというので、三星の相棒だった私がメッセンジャーとして派遣されたというわけ。まあそうだったの、また会えて嬉しいわけよね。こいつのせいで私はいつも貧乏くじ。何？それで途中カガトの攻撃を受けてやっとの思いでここまでたどり着いたの。大変だったわね。でも安心して、これからは私が一緒よ。それが一番不安なんだけど。これぞ天下の一大事、みんな今こそ一致団結して戦う時よ。うん、なんてったって太陽系崩壊の危機だもんな。それに相手がカガトと聞いちゃほっとけないやね。ねえねえ、その儀式っていうのはどこでやるの？宇宙伝説に曰く、古来より太陽系7つの惑星に神秘なる7つの温泉あり、これを称して太陽系7つの秘湯という。え、温泉でやるの？そもそも温泉というのは惑星の地脈に通じる生命の源泉なの。だから惑星のガイアエネルギーを浄化するための儀式はその星の選ばれた温泉で行わなければならないのよ。恐るべし7つの秘湯となれば一刻の猶予もならぬ。私は早速呪文エネルギー変換メカの製作に取り掛かるとしよう。お願いします。行きましょう、宇宙へ。太陽系を救うため7つの温泉に入りまくるのよ。